はい、今回はね、東京クールのインボークでスペシャルガシャで佐々木敗生、黒い死神、黒髪佐々木敗生ですね。これ来たんで弾こうと思います。でしかもこれああ、素材ついてくるんですね。素材ついてきて、これ50連引くと、ステップ5まで行くと、連続ガシャ。佐々木敗生、確定なんですよ。この黒い佐々木敗生。かっこいいですよね。僕、白髪の佐々木敗生と、金木剣、まあ、両方黒白。まあ、そんな好きじゃないんですよね。でも黒髪の死に、敗生かっこいいですよね。このメガネと。ほんと、ちょっと有馬のさ、黒髪バージョンみたいな感じでさ、かっこいいじゃないですか。だから、これは欲しいと思って、弾こうと思って。スキルバカ強くないですか？敵前衛攻撃力2倍の10連ダメージ、与え耐久値をマイナス10。3ターンの間自身の回避率とガード率が 30% アップ。まあ、でもこれ、スキルレベル5なんで、実際どうなのかっていう。3D キャラどんな感じなんだろう。おー。ああ。まあまあまあ、でもイラストの方がかっこいいですね。これは。まあでもかっこいい。なんか。じゃあ行きますか。で、僕の、黒髪の、銃像も持ってないんですよ、僕。だから、それも狙いつつ、排出率見たら、敵割合見たら空いてたんで、それも狙いで。まあ、あとはな、あ、ダメだね、これね。飛ばしますね。で、まあ、この辺はポイントっすね。じゃあ、20連目。強化素材もらえるの、強化素材ってさ、どうやって集めるん？なんかさ、強化素材のさ、クエストさ、全然金色のさ、落ちないじゃないですか、なかなか。やっぱあれっすか、領土戦とかさ、なんだっけ。あれ。なんか、あるじゃん、もう一個。忘れたけど。あ、3ステップ目 SSR 確定なんだ。で、ピックアップキャラ、確率アップ。あ、そうなんだ。見てなかった。ステップ3。は？ 2 分の1じゃん。マジか。じゃあ、当てときたいっすね、これはね。まあ、別に被っても全然、ね、あれなんで。はい、確定。SSR だったらね、もうほんと、インボークは好きなキャラ以外売ってるんで、なんでまあ、あ、操作感だね。別に、も、好きじゃないキャラは売るんで、共鳴剤とかね、ポイントで、ポイントはもう共鳴剤しか多く、使ってないんで、またサイコか。じゃ、派遣ガシャの時さ、サイコでさ、好きじゃないのにサイコばっかり出てさ、マジめっちゃ使っちゃったんだよね、石。じゃあ、40連目。ま、これなんもないのか。ちょっと重装欲しいよ。はい。ダメっすね。ま、重装はね、インボークフェスとか引けば、多分出ますよね。そのうち。はい、じゃあ、黒髪ハイス確定のガシャ。まあ、一体だけじゃ寂しいですよね。さすがに。で、僕、グールだとオールが好きなんですよ、一番。だから、お！あ、グールか。グールだったらタタラかノロぐらいしか好きなのいないですね、僕。さあ、誰だ？誰だ？あー、ケンちゃんね。はい、来た、かっこいい。やばすぎでしょ。超かっこいい。マイナス2なんだ。レベル1だと。あ、やっぱ大事っすね。なんだっけ、さあ、なんとか率。熟練度か。武器強化も大事っすけどね。熟練度も結構か、大事なんすね。じゃあレベル1でさ、武器耐久値マイナス2のキャラって大体10とかになるのかな？なんかいましたよね。この辺。これも変わんのかな？
やっぱなんかリニューアルしてから強化がやっぱしっかりしないと強いキャラになんないですよね。とりあえずコーヒーかまして、なんかねえ熟練度上げてみたいな感じだったんですけど、結構素材が結構いりますもんね、あのリニューアルしてから。はい、というわけで今回はね、いやーかっこいいなあと黒髪の鋳造欲しいな、黒髪鋳造にオールぐらいかな、俺僕好きなので、フクロウは、石岩のフクロウは結構好きですけど、うん、だから本当に自分の好きなキャラ以外は捨ててますね、結構。あと何が好きだっけ、魔導薬も好きですし、まあ、結構操作感側が好きっすかね。あと八川も好きなんですよ。八川の SSR とか来ないかなって思ってるんですけど、うん、っていう感じっすね。はい、で好きなキャラだったらレアでも残してるっていう、うん、はい。というわけで今回はこういう感じでした。ご視聴ありがとうございました。